よし行こう、うん、飛行機飛ばしに。青がいいの。優しい。あれやっぱ緑かな。ありがとう。行こう。これさ、うん、1回でどこまで飛ばせるか、うん、あ、勝負する。うん、1回でどこまで。マジか。ちょっとあの動画を見て依頼されました。はい、すごく家族同士で仲良くしてるお家やねんけど、はい、ハローこんにちは、ベビーシッターです。今回はいろいろサリーナというタイトルに変更させていただきました。皆さんご了承ください。どうしてこんな改名になったということは、今からご覧ください。どうぞ。いろいろサリーナ。どっちからいく？最初はグー、じゃんけんぽい、アイコでしょ。やったー。じゃあ週に1回しか直球をやり、グーだけ出しません。あ、週に1回しかグー出せんの？マジで？今、じゃあ週に1回出したグーで負けたの？分かった。じゃあグーはあんま出さんほうがいいかもしれない。1時に1回しか出てません。週に1回じゃないの？形？1時に1回？よし。1日。1日に1回ね。どっちから？よしな。行くで。よし、あー全然ダメだ。おーうまっ。一応勝ち、1回戦。マジで？え、すごいな。ちょっと飛ばしたあかん。もう一回この線からじゃあ、この線にしよう。うん、だけどさ、うん、風に強いようにしないと。なるほどね。下からかな。でね、強くやりすぎると落ちる。わかった。じゃあ優しくやろ。あと、うん、上にやりすぎると落ちる。マジか。強く上にやったわ。あかんのでやった。風に乗って飛ばすように。じゃあいきます。ふー、あー、さっきより飛んだ。いいんじゃない。おー、やった勝った勝った。まあ、次本気出そうか。よし。え、本気じゃなかった。じゃあ、私も次本気出そうかな。ゆっくり。あ、全然あかんわ。おいで。じゃあ、行くよ。はい、スノーカーにして。うわー、うまい。あー、一度の勝ち。ああ次は本気だ。え、もうこれやめよう。これが本気だし、これもう全然無理やん。ね、ボール遊びせえへん。いいなあ、最後一回一点飛ばして全然あかん。ほら、やった。おー、これたまに、たまにさ、どっか折れてるんだよ。折れてると飛ばない。へぇ、これ、イチトが作ったん？あ、なんか折れかかってる。ほら、どこ？あ、ほんまや、いっぱい飛ばしたから。じゃあちょっと、じゃあボール遊びしよっか。うん。それで大丈夫。靴、お前サッカーするんじゃん。え、俺いつもサッカーするときこうだよ。マジで？ママに入れるよ。え、マジ？だってこれでママに勝ったことある。一度がキーパー。ほんま？蹴るで。手使ってもいいの？そうそう、キーパーやからな、気をつけてよ。ナイス。おー、ナイス。結構痛いよ。取れるか。よっしゃ。
3-3で刺さった。よっしゃ、1点取った。え、なんていうかな私もキーパーあ、私もキーパーなの。どっちもキーパーや。なるほどね。じゃあ1と1点やな。2人ならさ、OK。 だから2人サッカーね。ということは、こっちに来たときはキーパーになるってことね。こういうことや。今、本気じゃないからよかった。来い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 。うわやった。3点目。3点目入った。反則今の。3-3。向きになってきた、アイストロイ。はい。はい、5-5。うまいうまい。あ、うまいうまいうまい。5-5。ね、リオトじゃない。ナチュラルに。リオト？ね、リオト、おしっこしたい？おしっこしたいやろ、ほんまは。10分前から。おしっこしたいんじゃない？いや。ごめん。ここがおる。8-7。走れ走れ。よし、じゃあゲームセット。8-7で今回の勝負、一度の勝ち。バンバララランダララララランダララ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 ラ。とてとて。バンバララバンバンバララバンバン。受けれ受けろ。疲れたな。疲れたよ。じゃあ人生ゲームね。うせやー、人スポン出てくんな。何でもあるやん、この家。これそう。うん、止まんないな。これ読む。あ、ブラックライト探せ。あ、すごいこれ。これ。何これ。これさ、見つけんの。1、本当に妖怪がいる。あれって、六六尾？探してみよう。1番。妖怪探偵の位置によると、実は僕たちの周りにも妖怪がたくさんいるんだって。知ってる。それって、僕のお家にもいるの？さあ、どうかな。ライトを作ってみてごらん。ふふふふふ。じゃあ、ここに何いるかわかる？ここは、じゃあ、便器から妖怪が顔を出してるか、ここから覗いてるか。うわー、すごーい。うち六六尾です。うわ、六六尾がいた。僕たちが使っているものも古くなると、これね、つくも紙という。おー、すごい、これ面白い。お掃除を頼まれていたのにもうピカピカになっていたぞ。これはなんだ、誰がやったのかな。これなんだかわかる。え、これわかんない。これなんだ。ちょっと待って、どこ。いくよ。おお。じゃあこいつはね、どこにいるの。見て、食べ過ぎには気をつけているのに、いつの間にか太っちゃう。これって、おた二口女の仕業かも。どこにいる。あ、二口食べるんだね。一口にしようと思ってんのに。これはお風呂。天井をよく見てみると、矢印。これはこれだよ。おお。てて。天井なめ、天井なめの通り道かも。探してみよう。おお、すごいこれ。ちょっとライトで照らしたものは。
じゃあさ、ハイテクすね。じゃあ言葉どこに書いてあるかわかる？言葉どこに書いてあるかわかる？こと？言葉。言葉？言葉は書いてないんじゃない？どこ？あ、書いてた。だ。るま。だるまさんが。まあ、すぐ教えてくれんねん。だるまさんが転んだ。これ探すんじゃないの？あ、すごい学校。わ、これ面白いね。これ何ですか？今ここにちょっと映して、ここ。こいつ映して。こいつだよ。なんで言うの先に。もうだっていっちゃん言わんといてよ。これさ、照らしてからわって言いたいのもこれのぬらりひょんな。すっげえこれ。あ、お姫さん、え、なんなんこれ。妖怪が乗り移ってる。違うよ、つくも神だよ。あ、つくも神？うん。これ見て。すごいこれ面白い。じゃあつくも神妖怪これ。あ、これも照らすとどうなるの？あ、色が変わるんや。こうからこうになる。すごいこれ。すごいっすね。なんちゅう、こんな光り方クラブでしか見たことないわ。なあ、一度見て。こんな本の中でこんな光り方するの。見てて。おお、すごい。テンテレテン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 。ふうやな。知ってる？知らん。よし。よし、はい、これな、戻して。レディーゴー。十、九、八、七。早っ。めっちゃ早いやん。すげえ。さ、小学校さ、楽しい？リオとに会いたい？ね、知ってる？リオとさ、マインクラフトまたやりだしてんの。いちとマインクラフト好きやろ、最近。え？これやってるけど。やってる？リオとパパの携帯で。マジで？それでさ、ちょっと今日はイチトにプレゼントを持ってきた。ちょっと待ってて、うん、何やと思う？レゴ。え？レゴ？え？マインクラフトのレゴ？え？何？わかんない。大正解。マインクラフトのレゴを今日プレゼントで持ってきた。あ、そういえばこれ俺が好きだ。好きなやつ？洞窟。ほら、あそこに。あ、マインクラフト。あ、持ってない？これ持ってる？まさか。持ってない。あー、よかった。よかった。じゃあこれであそこに足して、で、今日リックママが帰った後、ママがご飯作ってる時とか、なんかそういう時間に一人で暇やなっていう時、これ作ってあそこに飾って、開けてみよう。え、はい、一度開けよう。え、あ、もしくは開けてあげようか。大丈夫。無理。長い。お前テープ貼ってる。テープ貼ってるから。テープ貼ってたらさ、ビリって破れるんだよ。そうだね、ちょっと綺麗に剥がしたいな。あ、ママ帰ってきた。どうする？おかえりー。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 え、これしてた？もらった。え、もらった。何を？レゴ。え、すごいじゃん。嘘。え、そんな。プレゼントしてもらってるのに。全然プレゼントまでもらって。あ、これはちょっと中を見ようということになり。あ、そうなん。いーちゃん、ありがとう。お疲れ様。ありがとう。めっちゃいい子やな。ほんと。っていうかさ、もうめちゃめちゃお兄ちゃんになって驚いてる。ほんと。もっとさ、やだよとかなると思ってたら、なんにも。なあ、あ、そう。超お兄ちゃんやな。ほんと。あ、
あれなんか今日は安定してるのかいつもめっちゃ、うん、めっちゃキレてるもんね。いや一つも怒ってないな、本当なあ。お兄さんになったんだね。めっちゃお兄ちゃんやん、びっくりしたよ。だって前はもう嫌だよっつって、リアト君なんで遊んでくれないの。もうリアト君なんか大嫌いって言ってたよ。そうそうな、でも覚えてないねんな、それも。もう超お兄ちゃんやんな、サッカーもうまいしな、うん、あ、サッカーしたの、うん、飛行機飛ばしもうまいしな。あ、ほんと、それよかった。マジで、うん、サッカーと飛行機飛ばし、うん、あった言うなって、言うなって、それ言うなよ、かっこいいやんか、私が。いっちゃんが買ったの。いっちゃんが買ったな、飛行機。すごいね。言うなって、なあ、うまかったな、サッカーもうまかったな、うまく取れるしな。いっとまたやで、またね。またどうする、ハグする、どうしよっか。恥ずかしい。ハグはまたやな。またな、またやな、バイバイ、バイバイ。また遊んで。バイバイ。泊まりきな。バイバイ。バイバイ。ありがとう。よかったね、いっぱい遊んでもらって。そういえばさ、うん、どうした？あのさ、うん、YouTube の名前どうするの？何の名前？ YouTube。何したらいいだろう。今、サリナドリっていう名前なの。何がいいと思う？そういう鳥が出てくるみたいな感じになっちゃう。あ、そうなの。あ、なるほどね。あ、鳥の番組かなと思ったら鳥じゃないからみんなびっくりするってこと？あ、そっか。そうか、そうか。サリナっていう鳥がさ、確かに鳥出てくると思ったら人出てきて、こんにちはって言って、大阪弁のな、ちょっと声低いおばちゃん出てきてな、うんうんちゃん。そりゃ困るな。え、じゃあどうしよっか。でもサリナドリって結構さ、こう鳥でもあるけど、こうビデオを撮るとかあるやん、カメラを撮ると、その鳥とかけたの。じゃあ何する？なんとか、いちと、いちとどり、いいなんとか、何にしようかな、いいなんとか、いいね、犬、犬が出てくるか。いや、ほんまやな。いろいろサリナ。じゃあそれで。嘘。チャンネル名いろいろサリナがいい。マジで？サリナ鳥より？いろんなサリナが見れる、いろいろサリナ？マジか。チャンネル名変える？マジ？変えた方がいい？ちょっと悩むな。どうしよう、いろいろサリナに変えたらいっちゃん見てくれる？マジか。今回はサリナ鳥イチとのこの回は解明します。いや、一番最後に分かるんですね。そうなの、一番最後、本当だ、これ一番最後に分かっちゃうから。まあ、でも最初よかった、もうこれを最初にエンディングをもう今回持ってきてください。え、今回はサリナドリ改めいろいろサリナという番組。じゃあさ、イチともこれあのオープニングにちょっと入ってもらわな困るわ。じゃあいろいろサリナ始まりました、一緒にやってくれるかな。ちょっと訳あって今回サリナドリのタイトルが、これ後ろにいて、わかった、どうする、あんねんな、あんねん、後ろにいて出てくる、イチとかこうやって出てきていろいろサリナって一緒におっか。なんてダメなの、何出てくるだけ、あ、出てくるだけだな。じゃあいろいろサリナの時に出てきてこうやって広げてて、うん、オッケー。皆さんどうもこんにちは、サリナドリ始まったんですが、実は今回だけ番組名が変わることになりました。リニューアルした番組名はいろいろサリナ。あれ、一度出てくる、どうぞ、どこ行くの。
ということで、一度これでいい？いい？なんで鳥なのに出て人が出てくるんだろうと思ってたのね。番組名ね、サリナ鳥なのになんで人が出てくるんだ。確かに。で、マークも鳥やのにね、鳥じゃないじゃんっていう。なんだよこれ。なんだよこれ。釣りじゃねえかよみたいな。もうタイトルからね、釣りで。そういうことになっちゃうね。期待外れじゃね。そうだね。一度申し訳ない。それはそうだ。でも鳥の絵も描いてるしね、鳥番組やと思ったら、おばちゃん出てきてな、奮闘してんねんもんな。いろいろサリナがぴったりだね。でもいろいろやってんだからね。確かに。本当だ。一度ありがとう。一度ありがとう。ということで、今日はそんな回でした。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。毎週配信頑張ります。Make sure to like and subscribe. 私のもう一つのチャンネル、サリゲーもよろしくね。バイ。Thank you. 作ったよ。ありがとう。ありがとう。いろいろサリナ。